ジョップ。ストップザ・ホークス。はい、ということで、今日は、ストップザ・ホークス。まあ、ホークスがね、日本シリーズ4連覇っていうところで、まあ、やはり、まあ、パ・リーグ的にもね、まあ、セ・リーグでも、やっぱこの、ホークスを、やっぱ倒していかなきゃいけないっていうところで、今日はですね、ストップザ・ホークス。ホークスを止めるために、他の11球団は、何をしなければいけないのかっていうところをですね、動画にしていきたいと思います。さあ、このストップザホークス、ホークスに、どうやったら勝てるのか、どういうふうにしたら倒せるのか、チーム強化強くしていかなきゃいけない、150キロだ、 DH だ、どうするんや、考えてる人たちはホークスを止めることはできません。残念ながら、多分そういう思考だとなかなかホークスより上に行くことはできないんですよね。だから僕が考えるのは何かというと、ホークスをどう倒すかっていうよりも、ホークスがなぜ強いのかをまず考えた方がいいですね。やっぱ真似るっていうのがやっぱ大事だと思うんですよ。やっぱモノマネって非常に大事な要素だと思うんですけど、まあ、プロ野球選手でも打ち方とか投げ方とか取り方とか、上手い人に教わる、上手い人のを見るっていうのは、これはもう真似るっていう要素もあるんでね。で、まあ昔だと真似るイコール学ぶっていうね、ところがあるように、やっぱり真似るっていうのは学ぶっていうことなんで、このやっぱり真似をしていくっていうのもやっぱり大事だと思うんですよ。で、そういうことを考えると、その自分たちのチームを強くするとか、150キロのピッチャー出すようにするとか、フルスイングするとかっていうのも、まあもちろん大事なんですけども、それだけだったらやっぱりホークス、追いつき追い越せはなかなかできないと思うんですよ。で、そこで何を考えるかっていうと、やはりホークスがなぜ強いのかをしっかり考えて、そこを真似していこうっていうところが一番このストップザホークスに大事になってくるところじゃないのかなと、思っております。だからですね、今回佐々木が提言するのはこちらです。ホークスなんで強いか、みんなで考えようと、いうところです。でもね、結局はもうここに尽きるんですよ。これね、2つあります、強さの理由が。まず1つはこう絶対的なこの三軍制、このね、数の原理に勝つのはなかなか、長期的上昇軍団を作っていくにはやっぱなかなか難しい。この数の原理っていうところで、やっぱりそのね、一軍選手約30人ぐらいを作るのに、70人から作るのか、100人から作るのか、200人から作るのか、500人から作るのかっていうことを考えれば、やっぱり分母が大きい方が確実にいい選手を輩出できる可能性はやっぱり一気に上がると思うんですよね。で、そう考えてくると、やっぱり三軍制がやっぱ強いんじゃないのかと。じゃあその三軍制どうなのかっていうところをですね、ちょっと資料をもとにですね、考えてみたんですよね。で、そこでですね、見てみるとですね、育成選手っていうのが始まったのが2005年から育成選手っていうシステムが、まあ、始まったんですよね。で、その育成選手は2005年は高校生のみに適用されてて、で、ホークスも1人かな、なんかもうだからホークスも最初は育成選手1人とか、もしくは取らなかったり2人とか取ってもね、だから今の他の、まあ、巨人以外の、まあ、今年はオリックスも結構取ったんですけど、まあ、普通のスタンダードのチームの育成選手の取り方で、2006年から、大学社会人出身の方も育成契約していいですよっていうシステムに変わったんですよね。で、それで、その時もまだホークスは取ったり取らなかったり、取っても1人2人っていうところが進んでいって、で、2008年かな、ソフトバンクが最下位になるんですよね、シーズン で。そこでこれはやばいとっていうところで、2010年に三軍制を取り入れようというところを決めて、2011年からソフトバンクは三軍制っていうところをしっかり引いて、本格的にスタートしていったんですよね。で、それまで三軍制っていうのは、広島カープがね、三軍制っていうのを、まあ、いち早く作ってたんですけど、そのカープの三軍制っていうのは、主に怪我人のリハビリ組っていうところが、まあ、三軍制って言われてたわけで、本格的に三軍制を持って、年間スケジュールで試合をしっかりやりながら進んでいこうっていうのは、日本プロ野球で、ソフトバンクホークスが一番最初になったわけですけど、で、今、主に動いてるのはセ・リーグ巨人ですね。で、巨人は2016年から三軍制を引いてるんですよね。で、2011年、ソフトバンクを三軍制引くにあたって、育成契約を2010年から大体もう毎年6人前後取ってきてるわけですよね。で、まあ少なくても4名、多い時は8名、もうそこから毎年育成選手をしっかり取って、
で年間80試合こなしてるんですよね。まあ、今年はコロナ禍で行けなかったでしょうけどね、韓国遠征だったりとか、あとはあの四国アイランドリーグ九州回ったりとか、バスであの遠征先を回って年間スケジュールを約80試合ぐらいあのこなして行って戦ってるわけですよね。だから普通の2軍とほぼ変わらないスケジュールを3軍制を持ってでやってると。でちなみに2010年のドラフトの育成選手は千賀、牧原、海っていうのがねでいたんですよね。で2013年が石川シューターがいて、でそれで、2011年には亀沢、中日ね、まあ占領下になりましたけど中日で一軍で頑張ってた亀沢がいて、で2016年には今年ヤクルトでね、あの中継ぎで主にリリーバーとして頑張った長谷川がいて、で2017年周東、リチャードで大竹っていうね、あのこの育成選手からも一軍の主力になってくる選手が出てきてるっていうことを考えると、やっぱりこの三軍制を引かなければやっぱりソフトバンクには太刀打ちできないんじゃないのかと。この2011年にソフトバンクが三軍制持ってから、まあもちろんねそれまでも強かったですけど、その一時ね A クラス行くけど日本ハムが強かったり常時優勝しないで最下位も経験した。で2011年三軍制をしっかり取り入れて年間スケジュールで回ってからはどうですか、ほぼソフトバンクドーンとそこから勢い乗ってきて今のもう無敵の状態を作り上げてるっていうことを考えれば、やっぱりこの三軍制っていうのはもうこの歴史を見てももうそこから一気に上がってきてるホークスがっていうところもあるんですよね。で巨人2016年から三軍制を引くことによってどうですか、まあそのねすぐは結果出なかったとしてもこの2019-20年2連覇っていうところはこのやっぱりしっかり三軍制が機能してるって僕は言ってもいいんじゃないのかなと思ってるんですよね。でこれをもっと長年していけばね、もっとどんどんでしかも今年も育成ね、ジャイアンツは結構取ってますし、そういったところが大きくね変わっていければあの強いチームにやっぱ数の原理として作り上げれていけると思うんですよね。でここでね一つの問題があって、こういうやり方すると三軍制でも育成選手でもうまくいかないよっていうのは、その怪我をしたりした選手をあの支配下から支配下の枠を開けるために育成に、切り替えるっていう、まあ、このねリハビリ要員としての育成に切り替えるためだけに育成システムっていうのを活用している球団はこの数の原理を使い切れてないんで、まあ実にもったいない。だそういったところを考えるとやっぱりこの、やっぱ3軍制を12球団引いて年間スケジュールで、まあ、それは80試合とか100試合やっぱ戦っていって育てていかないとやっぱりなかなか強いチームを維持していくっていうのは、そう単発的にホークスに勝つっていうことは、まあ、もちろんあるかもわかんないですけども、長期的にそうやってなっていくのはもうちょっと難しいんじゃないのかなと。この試合下では取れないけども、もうだからいわば大学に行く社会人に行く可能性がある優秀な選手を育成で囲ってるっていう、まあ、言い方もできるんですよね。でそうすることによってその後大学社会人に行って成長した選手をドラフトで他のチームに取られなくて済むんですよね。だからもう 目星があると伸びる可能性ある選手はもうその時点でガッと取って、大学生でもガッと取って、その後の大学社会人行ってからの伸びたところを他の球団行かないで自分たちで育てていこうっていうこのシステムはね、本当にあの有効活用できていかないと今後の時代置いてけぼりになっちゃうんじゃないのかなと。でしかもこれをねやっぱお金かかるとか無理やとかなかなかしとけんじゃって言ってたらやっぱりなかなか厳しいんじゃないのかなと、時間かかるんじゃないのかなというところもありますし、まあ、本当にね近いところに置いとかなくても本当他県とかでもその三軍を置ければ非常にあの有効活用できるんじゃないのかなと。だからロッテとかだったらね僕は成田とかがいいんじゃないのかなと。この前あの成田のねあの税務署の一日広報大使やらせてもらいましたけども、その時でもね成田の後援会の皆さんとかねこの話すると、予算もいいね受け入れようよっていうね、自治体の皆さんはかなり好意的に僕の話を聞いてくれましたけども、そういったところでやっぱり三軍制をしっかり引いて三軍も 2,30 人抱えて 1年間ねスケジュールでやっぱり戦いながら育てていくっていうのは非常に強いチームを作るストップザホークスには欠かせないのかなと。まあ、ホークスの場合は強いからって言って戦力を抜くっていうことがね FA とかでできないんですよ。ホークスのね選手たちはやっぱり莫大な資金力で、高待遇でねやっぱり契約してるので、なかなかホークスが強いからって言ってじゃあ柳田を FA で引っ張って抜こうとか、中村晃を引っ張って抜こう、千賀、甲斐、森とか
をもしくはグラシアル、モイネロを抜こうとかっていうのがねできないっていうところを考えるとやっぱりそのもうあの戦力を力ずくで下げれないんですよね。だからやっぱそのある戦力を抜いていかなきゃいけないっていうところのねまあ難しさっていうのをねまあありますよね。だからそういったところはなかなかねその強いチームの戦力を下げていくっていうところがソフトバンクに限ってはやっぱできないっていうところがね、まあ、カープが3連覇した時とは、まあ、大きな違いかなというところがねありますよね。であともう一つがですねやっぱ外国人選手の頑張りっていうのはここはもうやっぱりなくてはならないと思うんですよね。でそう考えるとやっぱホークス今年とモイネログラシアルデスパイレとこのキューバ勢っていうのがやっぱこの活躍このキューバルートですね。このソフトバンクがこのキューバルートを持ってるっていうところがまた最高に素晴らしい強さを維持できるところだと思うんですけども一番最初ねキューバ勢が日本に来た時っていうのはセペタがね巨人とかデスパイネがロッテとかね、まあ、あの時は本当にあのキューバ政府からすると、まあ、キューバ選手の見本市みたいな感じで、まあ、キューバ選手たちが日本のプロ野球でも活躍できるところを見せるためにっていうね。でそもそもキューバ選手っていうのはキューバでは国家公務員なんですよね。で国家公務員でその外国の研修っていう形で日本のプロ野球に来てるんですよね。で、まあ、政府全額政府に取られるわけじゃないですけど一部政府に取られるらしいんですよね。でそれが、まあ、キューバ政府でいうと、まあ、外貨獲得の方針でもあるからあのデスパイネがねロッテにいた時にいやデスパイネはロッテ愛があるから絶対出ていかないって多くの人が言ってましたけど、まあ、僕はもうキューバ政府は1円でも高いところに行くっていうねあのお金で動きますよと言ってたし思ってたんですけどもうソフトバンクにねプローンと言ってでまあキューバ政府的にはねあの窓口がキューバ政府なんであのやっぱり1円でも高くソフトバンクはねそのキューバの選手たちに高いお金を払って年俸を払って獲得してくれるんでキューバとしてもやっぱソフトバンクがやっぱ美味しいんですよね。だから逆に言うとソフトバンクにどんどんいい選手を送っていくんですよね。だからモイネロも最初ね多分あの育成選手だったと思うんですよ。で、多分コラスとかも育成選手だったんですけど、まあ、亡命した。だからキューバは亡命ルートと政府ルートがあるんですよね。だからデスパイネ、グラシアル、モイネロっていうのは政府ルートで、グリエルも政府ルートで来てたけど亡命ですね。で、今言うとマーティンとかゲレールとか巨人に行ったっていうのは亡命ルートですね。だから亡命ルートと政府ルートがあると。この政府ルートっていうのはやっぱ政府が窓口なんで、やはりキューバ政府の外貨獲得っていうところでやっぱ1円でも高く払えるところにまあいい選手が来る。このキューバルートを持ってるのもソフトバンクのまあ強さ、強みだと思うんですよね。だから今後もキューバの選手の優秀、実力があるところはソフトバンクにどんどん入っていくんじゃないのかなとまあ予想しますね。で、あとはそのちょっと前だとね、中日の森重さんルート、ドミニカってね、いうところで、まあ、森重さんがね、本人自らドミニカにね、あの渡って選手たちを獲得するために動くと。で、まあ、信頼関係も厚くなって、いい選手をやっぱ紹介してくれるっていう地道なね、ご本人の活動のもとで、やっぱりドラゴンズにそのドミニカからいい選手が入ってくるっていう、給料もね、そんな高くなくっていう、あのドミニカルートっていうのを確立できたことで、まあ、ドラゴンズの外国人選手っていうのの活躍っていうのも非常に大きく光ったところはね、まあ、あったと思うんですよね。だからそういったようにエージェントだけに任すんじゃなくて、もうチームの中心的なそのスカウトの人たちがもう現地に自分から乗り込んでいって、そのもうルートをしっかり作って信頼関係作って、しかもまあ年俸っていうところもしっかり払えるぐらいのところで信頼関係作って、もう超優良選手を送り、もう優先的に送り込んできてくれるっていうような、そのしっかりとしたシステムっていうのをやっぱ作っていかないとなかなかね難しいと思うんですよね。やっぱ外国人選手の活躍っていうのはやっぱ優勝に不可欠なところもありますし、そういった人材をね確保できるかどうかっていうのもあの球団の明暗ね分かれるところでもありますから、まあその一つの方法論としてはそういう何々ルートっていうのをね見つけれる、作るっていうのは球団にとっても非常に、大事な要素になるのかなと。だからこの2つですね、やっぱ育成っていうところと外国人ルートっていうところを確立できるかっていうところはですね、ストップ・ザ・ホークスにとってはかなりあの大きな問題だと思うんで、まあ、これをね、それやろうって思うのか、あのそれは無理だよって思うのかはね、まあ、人それぞれありますけど、なかなか無理だよっていうとね、また代案をね考えて新しいのやらなきゃいけないですけど、佐々木的なやっぱこのストップ・ザ・ホークスするためにはこの育成選手をやっぱ多く抱えて三軍制で、それで数の原理で優秀な選手を育てていく、あとはその外国人ルートっていうのをしっかり作り上げて、
信頼関係のもといい選手を送ってもらえるようなあのルートをしっかり作っていくっていうのはあのソフトバンクの強さを見習うとですね、そういったところはまあ大事かなと考えさせられるところでもありますし、ソフトバンクはね今は本当にあの若い選手をしっかり自前で育て、まあ、育てながら勝つっていうね、一番どの組織でも難しい難題をですねクリアしてきてるっていうところは組織としては非常に素晴らしい組織でも、ありますし、そういった人材活用をねいい形できてるっていうところもね、あのどっかから取ってくるばっかりじゃなくて育てるっていうねところは非常に素晴らしいんじゃないのかなと、これがですねサザエ考えるストップザホークスっていうところでしたけど、皆さんはどうお考えでしょうか。コメント欄でぜひお寄せください。ありがとうございました。